正面から見た、ノバコードノバコードの内部ノバコードとは、ハモンドが1937年発表、1939年から1941年に製造した、おそらく世界最初の原産合成型ポリフォニック、シンセサイザー製品である。設計者は、ジョン・ハナート・ローレンス・ハモンド、CN ・ウィリアムズで、 1939年から1941年のわずか3年の発売期間を通じ計1069台が製造された。ハモンド製品として例外的にオルガン音の再現を目的としなかった数少ない製品の一つである。163本の真空管1000個以上の特注コンデンサ等で構成され重量は500ポンドに迫りサイズは スピネットピアノ2台分ほどあった。当時まだ珍しかった周波数分子オシレータの採用により全72件の同時発音が可能だった。これは最上位オクターブ相当の12音階を12個のマスターオシレータで生成し真空管による単位安定回路で分周して下のオクターブの音階を得る方式だった。同様な方式は 30年以上後のモーグやアープのポリフォニックシンセサイザーでも採用された。ノバコードは初期のアドするエンベロープ制御機能を搭載しており、アタック、ディケイ、サスティーンは回転スイッチによる切り替え式、リリースはペダルコントローラによる演奏時のリアルタイム表現が可能だった。またレゾナンス付きローパスフィルターやレゾネータのほか おしれえた2個1組に個別にかかる6個の電気、機械式ビブラートにより、本格的な音色の変更が可能だった。以上の信号処理機能により、ノバコードは、弦楽器や声のような持続音から、ハープシュコードやピアノのような、鋭いアタックの減衰音まで、非常に広範な音色を表現できた。ノバコードはその技術史上の重要性にもかかわらず、楽器自体の不安定性や、 第二次大戦の勃発が原因で商業的には大きな成功が得られなかった。信頼性の問題は主に何百ものカスタム部品の動作パラメータに過度の依存関係を持たせた設計が原因で発生した。これら部品の動作パラメータは驚くほど狭い許容範囲内に収める必要があった。ハモンドは極めて早期にこの問題の存在に気づき、 安定性を改善するためのスペシャルアップグレードを提案した。その中身は、高出土時の悪影響緩和を目的に、筐体内部にボルト付けする、低出力ヒーター以外の何物でもなかった。さらに驚くべきことには、この楽器は、真空管を極めて大量に使っているにもかかわらず、真空管に起因する故障はほとんど知られていない。 これは、おそらく真空間引いたの低電圧駆動による、真空管の超寿命化の寄与が大きいと推測される。ノバコードの演奏は、同時代の他の電子楽器、例えばテルミン、オンド・マルトのトラウトニウムと同様に、ホラー映画や SF 映画のサウンドトラックでしばしば、聞くことができる。例えばユニバーサル・スタジオの多くのジャンルの映画や、ハマーフィルムのホラー映画、 幼女合言のために作曲家、ジェームズ・バーナードが書き下ろした神妙な音楽を上げることができる。映画史上屈指の名画、風と共に去りぬでは、場面転換時の効果音として、ノバコードの電子音が使われている。また、音楽分野でも、当時のレコードで、多くの活用例を確認できる。対戦前後のヒット曲、w ィ e ル l Meet Again も含め、ポピュラー歌手、 ベラリンの多くの歌の伴奏はアーサー・ヤングによるノバコード演奏である。現在残っているノバコードの個体数はおそらく200台未満で、そのうち稼働可能な個体はさらに少ないものと推定される。70年の歳月を生き残ったノバコードの大半は北アメリカ大陸に存在する。ソニック・クチュールからノバコードの実機の音を収録したコンタクト用。 ライブラリー、ノバコードが発売されている。このライブラリーでは、ノバコードの音色と操作性が再現されているとともに、新たなオリジナルの音色パッチが追加されている。その他、ホローさんからもノバコードのコンタクト用ライブラリーが発売されている。ありがとうございます。